はい。皆さん、こんにちは。マンスリーピッチセブンミンツ第20回ですね。始めていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。私、ナビゲーター務めさせていただきます。ホワイリルジャパン代表しております、杉原と申します。よろしくお願いします。ええー、同じく本日の司会進行を務めさせていただきます、スマートシティインシティティクト務局の土屋です。どうぞよろしくお願いいたします。1>, 1ヶ月ぶりですね。皆さんお会いしますが。 お久しぶりの方も今日はたくさん来ていただいているかなと思います。2021年の7月から始めまして、今回で2年経ちましたね、2年経ってようやく20回。ね、20回、はい、記,念大会 <laughs> 記念大会でございます。はいはい。今日もとても素敵なスタートアップ企業4社、えー、ご登壇いただく予定ですので、よろしくお願いししますよろしくお願いいたします。 それでは今日初めてご出席いただく方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にこのマンスリーピッチ7ミニッツにしてご説明をさせていただきます。この7ミニッツはですね、社会課題の解決につながる事業を展開するご法よしスタートアップの方々と、全国の熱い自治体職員の方々、我々スタメン47というグループ名を付けておりますが、との出会いの場を提供することを目的としています。 ご法よしスタートアップといいますのは、大見商人の経営哲学である三方よしに、未来よしと地球よしの二つを加えまして、現代社会においてあるべき企業理念として独自に我々定義しております。えー、毎回たくさんのご応募いただいた中から、事務局選考を通過したご法よしスタートアップ4社にご登壇いただいています。えー、このイベント最大の特徴は、質疑応答後、えー、スタメン47の皆さんが下にあります、レッツコネクトのオレンジの札か、 ナイスのブルーの札を上げるという仕組みです。コネクトのオレンジの札を上げていただいた自治体とスタートアップ企業の方々、連絡先を交換できるというシステムになっております。現在のところで,ですね1社平均少し下がってまいりまして5、5コネクトが平均となっておりますので、今日もですねたくさんのコネクト、皆さん上がることを期待しております。 えー、今日ご参加いただいております、えっ、ー、と、スタメン47の皆さんですね。あのー、ご紹介したいと思います。えっ、ー、と、顔を出していただけますでしょうか。あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、それぞれのご紹介も省略させていただきますが、あの、いつもと同じくですね、あのー、積極的なご質問、それから札上げをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いしますあ。ありがとうございます。 はいそれではあの早速でございますがあ1社目のピッチに参りたいと思いますけれどもよろしいでしょうかえー、1社目の登壇者でございますが株式会社グッドバトンの園田様でございます園田さんよろしくお願いしますよろしくお願い,いたします園、はい、田さんねご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれどもあのスタメン47もだいぶですねあの移動があったりしてメンバーが入れ替わっておりますので <laughs> 初めて見るという方もいらっしゃるかもしれません えと社名も変わりましたよね。もともと CIG さんで、一、ねはい、度ご登壇いただいたことがございます、はい、という企業になります。それでは、えー、画面の方を共有していただいて、はい、ご自身のタイミングで始めていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。そうしましたら今、今ご紹介にいただきましたの株式会社グッドバトン代表の園田といいます。よろしくお願いいたします。 えー、私はもともと産婦人科医をやっておりました今、医師15年目にあのなるんですが、えー、今回はです、ね、病児保育というあのテーマでお話しさせていただければと思っております。で今日はあの病児保育についてあの、あまり専門じゃないよというあの実際の方もいらっしゃるかなと思っておりますので、そういったところもちょっとカバーする内容でご説明をさせていただければと思います。よろししくお願いいたしますまず、ですねあの、まあ、なんで医者が病児保育やってるんですかというところを少し触れますと、 私、大学院で公衆衛生学っていうのを学んでおりまして、まあ、これ、社会をどうやって健康にするかっていう学問なんですが、その時にですね、まあ、自分、何解決したいなと思った時に、まあ、産後うつは虐待をなんとかゼロにできないかなっていうふうに考えておりました。で、まあ、実際、何にお母さんたち困ってるのかと聞いてみると、結構ですね、子どもの軽い、あの風邪みたいな病気で、 結局、仕事を休みがちになって、職場の評価下がって、まあ、所得も下がって、ですね、結果、辞めてしまったという方にかなり多く出会いました。で調査でも働くお母さん、一番困るのがですね、子どもの急病時の仕事の調整、これはかなり前からですね、このような結果というのが出ておりますで。こういったことをですね、あのまあ、いつも元気で保育園に行っているんですが、病気になっちゃったよというお子さんを病児というんですが、 えー、そういったお子さんを一時保育してくれる場所というのが病児保育施設まあ、全国に2000カ所ぐらいありますで、半分は医療機関、えー、4割を保育園に併設されたですね保健室がまあ2部屋3部屋ある、まあ、そういった場所を皆さんにはイメージしていただければと思いますまあ、こちらが実際の風景で1人の看護師さんが2人のお子さんをケアと保育をしている場面になります 本当に素晴らしい事業でして、僕は7年前に初めて訪れて、まあ一言で言うともう感激して、ですねこの事業、なんとかあの関われないかなと思って考えておりました。で今、関わっている一番大きな理由が、ですねすごくニーズがあるのにあまり利用されてないという、このギャップに驚き、まあ、解決したいなと思って今、取り組んでいます。で理由はですね、まあ、非常に使いづらい仕組みにあります。えー、こののようにですね多くの紙書類や 今、8割ぐらいの施設がまだ電話で予約管理をされている状況です。でこれをですね弊社の預かる子ちゃんというですねサービスで解決をしたいなというのが今回のご提案になっております。システム導入すると何が変わるんですかというところで、まずはですね登録の紙、これ非常に負担があるんですが、もうスマートフォンから簡単にできるようになりますとで。今は電話予約だと電話しない限り空いているかわからないんですが、預、まあ、あかる子ちゃん、アクセスいただければ空き状況の リアルタイムな見える化がされて、で朝ですね、30分電話がつながらない、もうそういったことはネット予約で解決されますというような状況です。こちら、実際の画面なんですが、多くの保護者がこのようにですね、預かる子ちゃんと LINE 連携をしていただいて、預かる子ちゃんにアクセスいただき、空き状況を見ながら予約に進む、こういったサービスになっております。 保護者の方は、ですねやっぱり電話がしんどいっていう方がいらっしゃって、ですね、まあ、それがなくなって本当に良かったですってお声が届いております。病児保育はです、ね、市区町村事業であり、まあ、大体1日2000から2500円、まあ、福岡県のようにですね今年度から無償化をしましたよっていう地域もかなり増えてはきているんですが、これはですね、まあ、市区町村が施設に委託をしていて、で えー、子ども子育て支援交付金という形で、えー、国と、えー、県が3分の1ずつ補助をしているというような形になっております。でえーまあ、利用人数に応じた加算分というのが、ね、メインになっているんですが、利用者が少ないというところで、えー、6割の施設が赤字、毎年数十施設が閉室をしているという状況になります。ですので、利用人数が増えることで、えー、現場が赤字から脱却して、閉室を免れる、そういったことも我々目指している、えー、事業になっております。 こちらがビジネスモデルです、えー、利用者は無料、えー、施設からシステム利用料であったり、初期導入費をいただくというようなモデルになっております。今、預かるごちゃんの導入の8割の施設がこの施設プランなんですが、えー、我々われはぜひです、ね、今後、市区町村での導入を増やしていきたいなと考えております。えー、同様にです、ね、初期導入費とシステム利用料、プラス、えー、市内の施設数分の、えー、施設プランの料金をいただくというモデルになっております。 実,実例なんですが昨年10月に導入いただいた鹿児島市では市内に旧施設ありました導入時に登録用紙を廃止し運用ルールを市内で統一しましたまた市に管理画面を提供することで毎月ですね利用者さんの個人情報子どもの情報っていうのをメールで送ったりしてたんですが、まあ、そういったことは不要になってきました これ実際の鹿児島市の画面なんですがこのように空き状況を一目で見て予約に進むということでネットワークとかをです、ね、市内で1節だけ預かる子ちゃんに入れているとその施設にすごく予約が集中したりするんですが、まあ、市内全部入れていただくことで平準化が実現しております導入前3割でしたが現在は5割を超えて、えー、導入今11ヶ月間ですが前年度と比較すると3300件の増加になっております これはですね9施設あるところに新しく5施設作ったのと同じ効果ですので、えー、財政の方にも非常に説明しやすいサービスかと思っております。今、7市1県に導入いただいておりまして、来月はですね東京都の三鷹市であったり、あとは長野県の松本市ももう今決まっているという状況です。また今回、県のご参加もあらしあのいらっしゃるかなと思うんですが、我々大分県とは連携協定を締結して、 県内すべての施設が利用できる広域受け入れてのを一緒に取り組んで、システムの導入もいただいております、はい。導入施設増えておりまして、来月の頭には177施設まで増えてくる予定になっておりますで。我々ですね、システムだけで課題解決できるとは思っておりません。認知不足というのも非常に課題としてあるなと思っておりまして、実際子どもの持つ就労女性のですね、12%しか利用経験がないと。 で利用経験ない方の75%はですねあんまり知らないっていう課題がありますのでぜひです、ねえー、自治体と一緒になってポスターやリーフレット、視聴会見やメディアリレーションを通じてですねこの課題も解決したいなと思っております。また、あの市区町村事業ですので原則、市外の方は利用できない、これもですね、えー、我々ガイドラインを、えー、協議会と一緒に作ってですね えー、行きた言っておりますので現在1700自治体のうち800自治体では市内に1個も施設がないですのでぜひ、えー、県がですね温度をとって、えー、県内全部の施設が利用できてじゃあどこが空いてるのかっていうところも我々と一緒にですね見える化をしたりっていうところを取り組んでいければと思っておりますえー、こういったところもですね政策提言など国にもしておりますのでえー、ぜひ一緒に、えー、解決できればと思っております。 また DX をするとですね予約が本当に増えてきますので満室でお断りっていうのも増えてきます実際鹿児島市でもですね毎日です、ね、10件以上お断りをしているようなあの状況にもなっておりますのでえぜひですね我々としては適切な施設数っていうのも自治体と一緒に考えていきたいなと思っておりますこれまでですね潜在化してたニーズをちゃんと顕在化してお断りをした数っていうのも今まで測定されてなかったところも見える化を一緒にしておりますので ぜひです、ねあの、いろんなデータから考えますと、あの実際にはニーズっていうのが、今の利用者さんの20倍以上あるっていうことも分かってますので、えこれまでこういったところ、見えてなかったところですね、え実は市内の施設、今の3倍以上あってもいいんだよっていうところもです、ね、実際のデータを見ながら、一緒に検討できればと思っております。と、はい、いうところであの、子どもの急な病気、これにぜひですね、解決できるような子育て環境っていうのを、自治体と一緒にできればと思っております。 はい、ということで、我々の提案というのが以上になるんですが、病児保育だけじゃなくて、我々産後ケアも11月から実証実験ありますので、そういったところも一緒にできるパートナーの自治体を探しておりますので、ぜひ病、ね、児保育、また伴走型の相談支援なども一緒にやれる自治体と提携できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいい、いたた。ししまます。はい、はありがとうございありがとうございました。 えー、ここまで道のり長かったですが、あの、だいぶ浸透する。そうですね。進化してる感じ。<笑><笑>ありがとうございます。本当に道、長い道のり、まだまだ続きますけど、頑張っていきましょう、一緒に、はい。よろしくお願いします。はい。それでは、えー、自治体の皆さんからご質問、コメントなどをいただければと思います。ね、一番最初はあれですよね、横須賀市で。そうですね。スタートアップオーディションですよね。 そこから始まってますんで、横須賀市さんはもちろん入っていると、はい、いうところでございます。ありがとうございます。いますはい、では、自治体の皆さん、いかがでしょうか子育て支援などに積極的に取り組んでいるところで、まだ入っていないところ、何か今日、久しぶりなんで当てちゃおうかなっていうと、うん、誰に当たるか大体分かると思うんですけど、神戸市の武田さんです。よろしくお願いします。ああのー、お久しぶりです、杉原さん。 宋造さんも。いや、あの、1回目の時にですね、もう私、コネクトを入れさせていただいて、限界につないだんですけども、なかなかちょっとうまくいかなくて、あの、はい。いや今日、なんか、私、久しぶりに参加したんですけど、宋造さんが出ててあの、ちょっとびっくりしましたっていう感じなんですけど、あの、ご説明聞いてて、まあ、本当に進化されてるなっていうところと、あの、導入自治体。 まあ、多分、当初でいくと、まあ、あまりその大規模自治体というよりも小さいところが多かったところがですね、かなり大規模なところも入ってきているなという印象はあの持っております。ちょっと今、我々の部局で、あの部局ていうか、所管部局でちょっとどんな反応になるのかも分からないんですけども、はい。はいはい、引き続きちょっと、はい、見せていただけたらと思います。ありがとうございます。 補足させていただきますと神戸市さんも素晴らしくて、施設がめちゃくちゃ多いところもあるんですが、実は預かる子ちゃんに入れたら、施設はお金払わなくてよくて、神戸市が全部負担しますみたいな形で、自治体での導入はないんですが、そういった形でどんどん推進をしていただいていて、日もあも担当家の方と神戸市は話をさせていただいていて。 はいあのー、実際には自治体導入の別の枠組みで、ちょっと別の課題を一緒に解決しましょうみたいなところでご相談もしていますので、はいあのー、自由にちょっと、あのー、他の自治体さんも含めてご提案いただければ、ちょっといろいろ検討できればなと思っておりますので。そういう意味では、ちゃんとうちはあのー、所管部局も、あのー、会話できているという理解で,大丈夫ですかそうそうそうめちゃくちゃ神戸市さんは進んでいるで。あ、本当ですか。あじゃあ、役割を果たしているかなと思っています。はい、<laughs> じゃあ、おっしゃるといりで。あ,はい、ありがとうございます。 はい、よかったです。ありがとうございます。えっと、県でもということ、広域でね、あの使っていただきたいなと、広域連携ぜひしていただきたいなと思ってるところなんですが、和歌山県さんとかいかがですか和島さん。すいません、ありがとうございます。あの、すいません、ちょっと正直、あの福祉部門に私も行ったことがなくてですね、これ、県が、 こういうのってどうやったらいいんだろうっていうのが、すごくちょっと私も実験がなくて、今。ちょっと急に当てられて、戸惑っているというのが正直な感想です。ありがとうございます。あ、りがとうございます。あのおっしゃる通りで、あの担当課であってもですね、やっぱり市区町村事業だから、病児保育って。まあ、県がそれほどやれることないんじゃないのっていう、あの考えの県も多いんですが。 実はやっぱ病床保育ってですね、あの県内に1個もない自治体って割とあったりもしたりするので、そこを県がですね、県内で運用をシンプルにしたりとか、県内どこでも利用できるように広域化しようというところを、県が温度を取っていただけると、市としてはすごくついていきやすいというかですね、あの非常にいい状況っていうのはできるかなと思っておりますので、ぜひ、検討いただければと思っております。ははいいありがとうございますそれでは そろそろお時間でしょうかね,そうですねはい、はい、では皆さん、札上げの準備をお願いいたしますコネクトはナイスのお時間ですよろしくお願いします,すはい。皆さん、ナイス上がってますコネクト1個もないのかな

ありがとうございっ、えー、と続いてです、ねえー、2社目の登壇者をご紹介したいと思います。えー、デスさんのです、ね、高橋様でございます。お願いします。よろしくお願いいたします。高橋さんも2回目の登壇になります。皆さん、覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。はい、では、始めさせていただきます。えー、株式会社デスさんの高橋と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 弊社は佐賀県にオフィスを構えておりまして、約3年前に創業した会社となっています。えー、事業内容としては、今回お話しさせていただくタイアップ・プロモーション以外に、えー、採用のサポートとかシステム開発などを行っております。えー、そんな弊社ですけども、さまざまな受賞をいただいたりはしているんですが、えー、と大きいところで言うと、J スタートアップ九州に採択をいただいたり、また本サービス、タイプ・プロモーションでは特許を取得したり。 とえー、こういったことが行われています。改めましてですね、ここからタイアッププロモーションというサービスの、えー、商品紹介をさせていただければと思います。と本サービスですね一言で言うと企業の課題解決を目的に社会貢献団体の方々の力を借りませんかといういった、えー、マッチングサービスとなっています。 で企業の課題っていうのは、具体的に言うと、例えば商品をプロモーションしたいとか、また離職率を解決していきたいとか、学生との出会いの機会を創出したいとか、えー、そういった企業のさまざまな課題をですね社会貢献団体とマッチングすることによって解決していくことができます。もう少し具体的に言うと、例えば主婦向けの新商品をプロモーションしたいというふうに思ったときに、タイププロモーションではさまざまな団体さんたちが登録されておりますので、 例えば子育て支援団体の方々に1万5千円払って SNS プロモーションを行っていただくとか、また外国人実習生の離職率に課題があって、最近結構なんかあの企業さんからのお問い合わせでこれよく言われるんですけど、そういった時にですね、その現地の文化だったり言葉だったりを知っているグローバルサポートの団体の方々にタイアップオファーを行って、メンタル的なサポートを行っていただくとか。 そういったさまざまなタイアップっていうのを行うことができます。実際にですね、九電工様とか、白雲社様というところがご利用いただいておりまして、えー、実際にお喜びの声をいただいておりますで。このタイアッププロモーションというサービス、大きく分けてポイントが3つでございまして、まず1つ目が今までにないというところなんですが、 今日う、自治体の皆様いらっしゃいますので、もしかしたら、えー、自治体でですね、企業と社会貢献団体さんのマッチングっていうのは、すでに窓口を持ってやられているところもあるかもしれないんですが、本サービスはデジタル上で行われるっていうのが一つと、あとは、えー、目的としては企業の課題解決を目的にしているんですね。なんで、こういったサービスっていうのは、おそらく日本で今までなかったんじゃないかなというふうに思います。そして、二つ目がこの価格でというところですが、 例えば製品をプロモーションしたいと思ったときにです、ね、ウェブプロモーションとか SNS の,のプロモーションとかを行うと、最低でも10万で、高いと100万、200万とかすぐ使っちゃうんですけど、えー、団体の方々にですね SNS プロモーションを行っていただくと、2万円とかでやってくれたりするので、えー、非常に安いと企業様からもお喜びの声をいただいています。 そしてポイントの3つ目ですが、サステナブルって言葉が出てきましたが、えー、企業さんがですね、例えばプロモーションを行うために、子ども食堂に1万5千払いましたと。で、えー、子も食堂の食事って大体1食250円前後っていうのが平均と言われていますので、1万5千払うとですね、60食分の食事になるんですね。なんで、企業としては、 プロモーションの課題を解決しようと思って1万5000円渡したんですが、結果的にその1万5000円が子どもたちの60人分の食事になるって、めちゃくちゃ使い方としていいお金の使い道だと思いませんか。こういったことができるのが、タイヤプロモーションというサービスになっています。はい、で本サービスは570以上の社会保険団体さんが登録いただいてますので、もしかしたら皆様の自治体の中にもご登録いただいている団体さんはいらっしゃるかもしれません。 でまあ、本サービス、こういった形になってまして、まずは自社の課題タグというものがいろいろありますので、例えば今回で言うと、商品プロモーションというところをクリックいただくと、商品プロモーションができますよという団体さんたちがさまざまラインナップされて出てきます。で、実際に団体さんたちをクリックいただくと、このような画面になっておりまして、団体の概要とかを見ることができます。で、これで、じゃあちょっとここの団体さんの話聞いてみたいなと思ったら、面談を申し込むというところをクリックいただくと、 えー、団体さんたちにですね、まあ、会社名とか、ね、担当者の名前とか、ですね必要事項を入力いただいて、えー、面談のオファーというのを行うことができます。はいでえー、とタイププロモーション、こういったサービスとなっているんですけども、で最近ですねあの、先ほど申し上げた通り、自治体さんで企業さんと社会貢献団体さんのマッチングをすでに窓口を持って行われているという自治体さんのお話も伺っています。 でえー、最近、その SDGs とかサスナブルの影響でですね企業さんからの問い合わせも結構、窓口を持っているところでは急増中らしくてで、えー、こういったマッチングってですね実は結構大変であの企業さんがその 自治体さんにですね、まあ、例えば子ども食堂とマッチングしたいアップしたいんですけどっていうふうになったとき、自治体さんはいくつかの子ども食堂さんに連絡を取って、ですねいついつ面談できますかとかなんとかっていう話を聞いて、で今度はあ子ども食堂としては、ですねじゃあいつなら面談できますみたいな自治体さん通して、ずっとこう行ったり来たりでですね、えー、マッチングを行うって結構これ大変らしくて、えー、案件も急増していることから、えー、なかなか。 DX 化できていないっていいいななううよおうお話も伺っておりますそこで弊社のタイアッププロモーションというのを自治体さんとして導入いただくことによって、えー、もちろん自治体さんのマッチングの DX 化っていうのは窓口持っているところは行いますで。持ってないところでもあのこのタイアッププロモーション導入いただくことによってです、ね、地域企業の活性化が行えたり また地域企業の社会貢献の活性化などが行えます。で基本的にこちらタイププロモーションを導入いただくことはですね、自治体さんとして、えー、予算は特に必要ございませんので、導入いただいてマッチングをどんどん進めていただければなというふうに考えております。はい、えー、タイププロモーションのお話以上となります。本日ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 だいぶあの進化して戻ってこられた感じですね。<laughs> ありがとうございます。はい、素晴らしいですよね。あの、うん、企業のマーケティングの予算が社会貢献に回るという面白い循環の仕組みだなと思い思いますけれども、やっぱこ,これ担当かってちなみに何かをの窓を叩く感じなんですかうーんそうですね。社会、あの、二つあると思ってまして、あの、 おそらくこういったマッチングって社会福祉課とかがよくやられてたりするかなというふうに思うんですけど、ただ、企業の,あの産業関係の課とか、そういったところは、要はうちのサービスって企業の課題解決しませんかっていうところがメインになっているので、のそういった企業の活性化、化あそうですね、そういった課でもあの相性はいいかなというふうに考えています。 はい、ありがとうございますでは、自治体の皆さんからですそうですね、感想を聞いた方がいいですね。あ,ありがとうございます。横浜市菊池さん、お願いします。はい、横浜市菊池です、えっとその。登録の団体の,その分布ってどんな感じなんでしょうか。そのなんかまあ、広報するといった場合に、バラマキの広報とは違って、その団体独自の,そのネットワークとかサービスを生かしたそのリーチのしかそで、まあ、その特定の地域とか業界にこう、 狙い打ちの候補みたいなことってそのできたりするんでしょうかあれですかね、そのプロモーションをするときっていうことですね、か、はい、らまきあ,ありがとうございます。あのもちろん可能です。えっ、ー、と、企業様としては非常にその辺分かりやすくて、さっきあの主婦向け、主婦の支援、主婦じゃない子育て支援団体っていう話をしてたと思うんですけど、子育て支援団体に登録されてる方って、大体あの子育てをしてる女性が多かったりするんですね。なので えー、例えばですけれど、佐賀県だと3000人から4000人ぐらいの,そのコミュニティを行っているです、ね、子育て支援団体さんの NPO とかがあるんですけど、そこに向けて企業さんとしてはダイレクトにリーチすることができるので、えー、そういった意味では、そこのターゲットに対してリーチすることのできるプロモーションといった形になっています。ああありり、はい、りがががとととうううごごござざざいいいいいまままますすすししさんお願た えっと、まあ、自治体向けの発表だったので、えっと、企業課題解決っていうの言われるとなかなかちょっと難しいなっていうのは正直な感想なんですけれども、まあ、一方でその社会貢献団体という言葉使われてたかと思うんですけれども、これは、あの、 例えばどんな団体があるかっていうのを先ほどの横浜さんの質問でもちょっとかぶりますけどい,いくつかなんかちょっと事例を出してもらいたい私が今聞いてる範囲だと多分市民活動団体に近いのかなっていうふうに、うん、あの聞こえたんですけどもこの辺りちょっとご説明いただけたらと思うんですがありがとうございます、えー、と社会貢献団体という括りに関しては基本的には NPO 法人とか一般社団法人 というところが中心になってきますでそれ以外の団体、団体というか、まあえー、社会福祉法人とかですね、そういったところに関しては、正直あ、あの我々の反射チェックとか、そのあたりは行っているんですけども、ある程度主観的にこのき、えー、とこういった団体さんは、企業さんからのニーズがありそうだとか、そういったところが社会貢献につながりそうだというところの判断で、えー、ご登録をいただいているような形になっています。なるほどはい ありがとうございます。あの、そういう意味では多分あの、えっ、ー、と、私もあの、たくさんの団体と絡んでる、絡んでると、まあ、いろいろお手伝いしてるんですけども。いわゆる中間支援組織。あの、うん、例えば市民活動センターとか、県民活動センターとか、はい、そういったところとマッチしやすいかなとは思います。あ,あ、そうですね。確かに。うん、はい。いはい、ありがとうございました。はい。武田さん、お願いします。 あ,ありがとうございますあの。小石武田です。ちょっと2点お伺いしたいんですけど、これ、企業側はお金を出すときに、まああの、タイアッププロモという名前も付けられてて、その例えばなんか商品売り出したいときの,のサンプルみたいな形で使ってもらう、それがその,、うんえー、の NPO 法人とかでもメリットがあるっていうのは非常に理解できるんですけど、その純粋に CSR CS っていうよりも、そういうやっぱりプロモーションで、えー、ここに。 やりたたいっていいいいととうう企企業業のの方がほぼほぼぼなんでですすか、うんあえー、とうちをご利用いただててる企業様のニーズってことですねそこで言うとむしろあの我々一番最初の入り口としてはプロモーションをしたいとか、えーまあ、その企業課題を解決したいっていうところから入っていただくっていうことの方が圧倒的に多いかなとは思っているんですけどもちろん CSR とかそういったあの大企業さんとか特にそういった顔を持ってらっしゃったりするので。 えー、そういったところのニーズっていうのもあのお話を伺ったりすることはあります。なるほど。こうなんかスキーム的に特にその自治体が入らなくてもその成立するスキームやと思うんですけども、そこってその自治体が自治体側にとって入るメリットとか、御社にとって自治体が入ってもらうことにメリットって何なんですかあ,ありがとうございますそこ結構我々 <laughs> のですね、結構大事な部分かなというふうに思っておりまして、あの、我々は結局、企業さんのソリューション、企業の課題を解決するためのソリューションとして、社会貢献団体さんたちはいかがですかって言ってるわけなんですけど、あの、なんで、その社会貢献団体の方々のですね、登録数が伸びれば伸びるだけ、企業の課題っていろんな形で解決できるようになっていくと思っています。で、そこで、我々が団体で株式会社出てたの、 高橋ですタイププロモーション登録いただきたいんですけどって言っても、ですねなかなかこう,う営業かなっていうふうに思われてしまう側面があって、えー、やっぱりこう自治体さんとですね連携組んでいただくことによって、そのあたりの不安っていうのはかなり払拭できると考えていますので、そのあたりが弊社においてのメリットかなというふうに思っていますわかりました、ありがとうございます。 そうですね、あ逆に神戸市の武田さんにお伺いしたいんですけど、私も結構 NPO、非営利法人の,その収益改善みたいなのって長年の課題じゃないですか。で、補助金に頼らずに持続可能に自立してほしいみたいなところは、自治体としてお持ちなのかなと思ってたんですが、そういうのあんまりないんですかね、最近。いやいや、ありますよ。ありますけど、まあ、例えばその。 さっきあの DP の今井さんとかでもよく話すんですけど、まあ、NPO の中ではまあ2億の寄付金を調達するっていうような、もう有名なところやと思うんですけど、はい、やっぱりなんかお金、結構な額やと思うんですね、欲しいのが。うん、で、さっきの子供食堂の事例とかっていうのは本当に分かりやすいんですけど、なかなかちょっとマッチせえへんのちゃうんかなっていう、あの、なんですかね、だからうこと確かに、あの、高橋さん言われてるみたいに、両方ともの数を増やさないと、なかなかちょっとマッチングが、うん。 難しいんかな実際、まあの立場としては当然 NPO の支援というのをしていかないといけないと思いますのであのそういう観点ではあの全然自治体として協力できる部分があるんかなというふうに思いますで。大企業のニーズとしては割とその大きくないと対応しきれないというところがあるかもしれないんですけどその地産地消じゃないんですけど地域の中小企業とかいあの中規模の企業さんのニーズ,でニーズに対して、まあ、地域の NPO で応えられる。 っていうところもあるのかなと思っていまして、あの、エサンさんの、高橋さんのところで言うと、まあ、全国の NPO を抱えているので、大規模であれば大規模であっても対応できるんですけど、まあ、地域としても、それにまあ自治体と一緒になって、地域の NPO さんと地域の企業さんの課題解決っていうのをマッチングできるといいのかなと、個人的には。うん 思ってたりしますすという感じです、はい、あのちょっと長な,なって申し訳ないですけど、兵庫県のやつで今、あの御社のページでら調べたところで、あんまりそのまだ15団体ぐらいなので、NP の担当部局に言って、ですねこれ、興味あるんやったら、ちょっと声かけてとかっていうのは言えると思いますんで、ありがいちょっとい1、はい、点だけその、そて何うんですかね、このマッチングの,、まあ、そのなんやろう成立率とかですね。 どのぐらいそのお声がここに登録したらあるのかとかっていうのを言えるような形で、あとチャットとかでもいいので、入れていただけるとありがたいです。ありがとうございます。ぜひコネクトを教えていただいて、そい辺りありがとうございます。はい、では、そうですね、コネクトを上げてください、武田さん。はい、それでは、コネクトはナイスのふだあげのお時間です。皆さん、ふだあげの準備、よろしくお願いいたします。 音楽かかるかなはい。神戸市さん、コネクト上げていただきました。あ福岡県田中さん。ありのさん。はい。東広島市。1、2、3、4。ですかね。4つかなで、梅さんもそうですね。つ。はい。はい。皆さん、ありがとうございました。たくさんのコネクト上がりました。おめでとうございます。はい。それでは、2三名以上で終了となります。 高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、続いてですね、えっ、ー、と、3社名の登壇者でございます。3社目はですね、今回初登場になります、インテリジェンスデザインの中村様でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、インテリジェンスデザインの中村と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。 えーとでは、えーと、弊社からは AI カメラを使った地域の活性化のご提案というのをさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、改めまして、弊社、インテリジェンスデザインと言いまして、AI のソフトウェアを開発している会社になりますで。特に人や車の画像,、えー、画像認識という技術に強みを持っておりまして、それを製品化した、この右上のアイデアと書いて、イデアと読ませるんですけども、イデアシリーズというものを展開しています。 私、中村はこのイデアシリーズのセールショックとして担当になっております。そしてこのイデアシリーズを使って解決できる課題なんですけども、今回3つ説明させていただければと思っておりまして、上から地域に賑わいを生み出したい。あとは地域全体へ人々の回遊を促したい。それからバスの、地域を走っているバスの運行経路の改善であったり、その乗客数の把握をされたい。こういった課題の解決ができる製品となっています。 まず、イデアシリーズの概要としましては、こういった形で AI カメラソリューションと、それに関連する製品なんですけども、詳細については時間の都合上割愛をさせていただきまして、まず、どの製品も共通して、人や車のデータを取得できる製品となっています。まず、人の場合なんですけども、その人数であったり、性別、あとは年代や滞留時間という情報がわかりまして、車の場合はその台数であったり、車両区分、 それから対流時間という情報を取得できるようになっておりますで。実際の解析の様子をご覧いただければと思っておりまして、こちら弊社オフィス近くの表参道と明治通りがぶつかる交差点のエリアなんですけども、まず手前側の歩行者については、AI がその人を検知しますと、グリーンのボックスをつけまして、そこに人がいるとで。それが何歳で、性別どちらでという解析を行います。 そして縦に黄色い線が1本引いてあると思うんですけれども、こちらを弊社では検知ラインと呼んでまして、人物がこの検知ラインを通過する瞬間に、その方向であったり、人数、属性というのをカウントする仕組みになっていますで。奥の車両についても同様ですね、車両を検知するとグリーンのボックスをつけて検知しまして、この黄色い検知ラインは任意の箇所に複数本数設定できますので、それを使って交通量の調査とかにもお使いいただいております。 そしてこのイデアシリーズなんですけれども、特徴が大きく3つありまして、1つ目が左側ですね、制、えー、度面なんですけれども、弊社開発チームを内製化しておりまして、膨大な学習データを AI に取り込ませてますので、非常に高い精度で解析できるようになっております。で、続いて真ん中の導入実績、この後ご案内させていただきますけれども、えー、屋内外問わず幅広くお使いいただいています。で、最後に右側の個人情報の点ですね。 弊社の製品の場合、エッジコンピューティングというものを使ってまして、解析のプロセスをすべて機械の中で関係させておりますので、個人情報は保持しないで解析できるような仕組みになっています。続いて実際の導入事例のご紹介なんですけれどもえ、業種としましてはえ、自治体さんであったりとか、あとはえ建設コンサルタント様、動産、デベロッパーさんというところが多くなっております。 その用途としては、えー、にぎわいの創出、その評価、あとはこう、えー、交通量の解析、それからバスの乗降者の調査といったシーンが多くなっています。いくつかあるんですけども、今回ピックアップして2つご紹介させていただきますと、例えばこちら左側の下から3番目ですね、岡山市さんなんかですと、えー、駅から少し離れた商店街に弊社の製品をお使いいただいて、これまで人を使ってカチカチカウントしていた通行量の調査。 商店街のにぎわいいい調査でですすねこちらを機械を機使っっててて数年で行っていただいておりますで合わせて、えっと、人々の消費活動が駅近くのこう商業施設ですて完結してしまっているというような課題も持っていらっしゃいましたので、商店街周辺に17台弊社の製品をお付けいただいて、どこのエリアでどの時間帯にどういった層が混雑しているのか、じゃあどういう策を打てば、それを商店街の方に流していけるのかといった先にもお使いいただいております。 であとは右側ですね、上から2番目の渋谷区なんですけども、え八甲バスの OD 調査とありましてえ、渋谷区を走行しているコミュニティバスの八甲バスというバスがあるんですけども、そのバス内に弊社の製品をお使いいただいています。それを使って、えこの人がどこのバスでから乗ってどこで降りていったのかというデータを解析できますので、それをもとにバスの運行経路の改善等にお使いいただいています。はい。 では、えっと、続いて、えーまあ、地域の賑わいを生み出したいという課題についての解決の事例、えー、の利活用事例というのをご案内させていただきます。こちら、イベントを使ってその賑わいを生み出した例になるんですけども、左上からですね、えー、まず街の活性化をしたい、そのためにイベントをされたいということで、20代男女向けのイベントというのを計画されました。で <laughs> その際に街の賑わいを定量的に評価する指標、 そしてイデア、イデアシリーズを使って事前に人流データというのを取得していただきました。でそれをもって右,が右上の DO ですね、20代男女向けのイベントとして B 級グルメフェスというのを開催されて、イデアを使って来場者の数、滞留時間というのが把握されまして、合わせてその売上であったり、アンケート調査というのを並行してデータ分析を行われ,て行われました。 でそれをもって右下のチェックなんですけども、え20代の男女は通常に比べて20%増加したとえ、狙い通り一定の効果はあったというのが分かりまして、同時に売り上げ自体はそんなに多くなかったんですが、60代の男女が多く来場していたというのがそのイデアシリーズによって判明いたしました。ですので、最後、左下のアクトとして、20代の男女をもっと多く呼び込むために、今度はメニューを追加していこう。 ここはアンケートの内容をもとに満足度の向上を指した結果、そういった策を実施されました。で、あとは60代男女、ここにもリーチはできていたんですけども、購入につながっていない、この CVR がなかったというのがありましたので、この事例の場合は、じゃ混雑を緩和して、高齢の方も購入しやすい環境づくりを作っていこうというようなアクトでつなげていただきました。この PDCA を高速化して、にぎわいを目出していった事例になります。 ですので、前段ご案内させていただきました3つの課題ですね。上から、地域の賑わいについては、そのデータの収集、施策の実施、その施策の評価。これを繰り返すことによって活性化というのを実現できております。でその地域全体へ回遊の促進については、どこに人がたまりやすいかわかりますので、同じように PDC を回して回遊というのを促進できております。 最後のバスの運行経路改善については、ご案内しましたようにバス内にカメラを設置して、どこどっから人が多く乗って、どこで多く降りていくのかというのをもとに、その経路の改善のところにお使いいただいております。はいえー、以上で、イデアシリーズのご説明になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、一旦画面を落としていただいて、今回はあれですかね、だから自治体でこういう。 地域の賑わいのための取り組み、一緒にしませんかっていう感じですかね。はい、はい、その通りです。はい、じゃあ、自治体の皆さんからのコメント、ご質問等ございましたら、ぜひ挙手をお願いいたします。お願いします。はい、町の賑わい、町の賑わい。はい、上氏弘中さん、お願いします。はい、あの、ありがとうございます。えっ、ー、と、このカメラは。 えと季節のカメラが可能なのか、新たに、まあ、IP カメラみたいなのをつけるのか、もしくはもっと違うカメラをつけるのか、そのあたりをどちらも可能でして、新しく弊社の AI カメラ製品をつけることも可能ですし、季節のカメラがあれば、その映像を弊社の別のイデアシジンにつなげて、カメラを切り替えずに解析する、その両方可能になっています、はい、ありがとうございます。 もう一つお願いします、えーとえーとまあ。私は山口県なので田舎の方なんですけれども、えー、と夜間のお、まあ、都会と違って照度が非常に少ないというか、まあ、低いんですけど、夜間の場合はとどの程度、解析が可能かとか分かりますか。 はい。えっ、ー、と、定量的にこう、何ルーメンあれば取れますみたいなものがないんですけども、イメージとしては、人の目で見える範囲であれば解析可能です。弊社は渋谷に本社がありますので、渋谷の夜間であればほとんど問題なく解析できるんですけども、うんまあ、照明がない、ちょっと郊外のエリアとかですと難しい可能性はあります。うん、ああわかりました。ありがとうございます。はい、はい。ありがとうございます。他ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか 工藤、はい、さんお願いします最上司役所ですあすみません、一点確認したいんですけども、あのイベントなんかでこううカメラ設置するときにその、イベント参加者の方に、こういうカメラあるっていうのはこう言わなくても問題ないんですけどプライバシーとか、そういった点が気になったんですけども。 はい、ありがとうございます。えっと、個人情報の取得については、えー、総務省と国交省のガイドラインに載ってって、えー、データを弊社の方で保持しないという形で、個人情報を取得はしてないんですけども、やっぱりカメラがあると気にされる方が多くいらっしゃいますので、おっしゃる通り、えー、こうこうこういう調査の目的で、ここにカメラを設置しています。ただ、個人情報は取得していない,い,ないので、何かお問い合わせがあれば、こちらまでご連絡ください。っていう,う注釈というのは明示した上で調査しております。 はい、ありがとうございますこれちなみに季節のカメラ使う場合は、なんかアナウンス必要なんですかそうですね、えーと、その場合もアナウンスしていただいてますあ。なるほど。先ほどの通年で撮ってますみたいな場合は、もう通年でやっておりますみたいなアナウンスをされている。<laughs> あおっしゃる通りでして、アナウンスされてますし、ホームページの方にも掲載されてますし、渋谷区のバスなんかは、今もお使いいただいてるんですけども、バス内の。 一部の広告枠を使っていただいてそこに明示してありますはいなるほどありがとうございます他よろしいでしょうか質問したいですって方います大丈夫ですかはいそれでは、えー、札上げの時間に入りましょうか皆さん、はい、札上げのご準備よろしくお願いします、えー、コネクトはナイスのお時間ですよろしくお願いしますはいは<ー>い <laughs> は福岡県さんがさん候か、は点、い、男性ですが、田中さん、あげていただきました、ありがとうございました。ありがとうございますちなみに田中さん、どんなところが気になりましたというか、はい似たようなサービスもちょっとありそうだなとは思ったんですけど。 まあ結構その福岡、大きなバス会社とかもあったりするので、まあ、自治体で導入とかいうよりは、なんかいろいろ使えるところもあるのかなと思ったので、もう少し話を聞きたいなと思ったところでした。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございますは。はい、3社目以上で終わりになります。インテリジェンスデザイン、はい、中村さんでした。中村さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。 では続きまして、えー、と最後ですね、今日四4社目になります。えー、ASP の林さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、最後は農業、農業というか、はい、です。ASP の林さんも2回目のご登壇、お久しぶりでございます。さまざまな実績を積んで、また戻ってきてくださいました。林さん、声出ますでしょうかはい、どうでしょうかあ、はい、大丈夫です。画面も映っております。 はい、じゃよろしくお願いいたします。お願いします。えー、株式会社いすいません、株式会社 SP の林直男と申します、えー。未活用農水産物の新しい需要を競争するプラスチックフォーム事業です。えっ、ー、と前回はまだあの農水産物っていうのがなかったんですけども、まあ、最近ですね、えっ、ー、と農産物以外のところも、えー、いろいろご相談が増えてきまして、えー、こういった形に今なっております。 会社の大阪のスイッターなんですけれども、今月からちょっと京都にも、えー、拠点がちょっと増えました、まあ。ミッションとしてはあの、前から変わらないんですけれども、えー、基本的には一次産業の,あの収益をアップすることで、まあ、持続的な農業を、まあ、実現するということで、日本の食率自給率のアップに貢献するということを目的にしています。特にあの今月あの日経新聞ささんんの方で、えー、農家さんが何8割減る日 というような、ちょっと衝撃的な見出しもあったぐらいで、やはりちょっとそろそろこういうこと問題に取り組むあの限界に来ているのかなというふうに思っております。事業としましては、この未活動になっている農産水産物を減量化したり、商品化するような、そういった POC を自宅で行います。で、その中で、えー、実際にです、ね、保存性の高い商品、食品ということで、ストック食品の製造販売ということを今、軸に進めています。 対象としているあのものに関しましては、えー、隠れフードロスと言われている、まあ、畑や、まあ、漁港で捨てられているもの、それからあとはあの、まあ、価格調整だったりとか、まあ、別の理由で、まあ、流通上で発生する、えー、農産物、それから最後があの工場で、まあ、廃棄されている加工副産物を対象にしています。えー、こういったあの食品あの素材というのは、やっぱりあの保存性が、冷、ま、凍、あ、すればいいんですけれども、保存性が悪いというところで、 またその汎用性の高い粉末などの原料に加工することで、保存性を高めつつ、販売機会の創出を行います。で、またあのやはり生産の状態が一番あの付加価値が低い状態ですので、まあ、加工を上げながら、なおかつ新しい価値とストーリーをつけてアップサイクルするってことが今行っている解決手段。で、三つ目がですね、これ一番大事だと思っているんですけれども。 えーまあ、例えばあの粉末にしてもです、ね、まあ、小麦粉とかきな粉とか、まあ、そういったものはまあ知れ渡ってはいるんですけれども、野菜や果物、それからあと、まあ、一部出汁では使ってますけれども、そういった生産の粉末っていうのが、えー、なかなかこうまだまだ馴染みがないというところで、まあ、そういった使い方を増やすっていうところで、まあ、新しい市場を形成していくっていうことがまあ大事だと思っております。 事業としましては、こういった形で,です、ね、あのまあ、地域で出たものを地域でなるべく加工して活用していくっていうそのプラットフォームを、まあ、運営する中で、まあ、特に一番は今、食品にターゲットを絞って、えー、商品化を進めています。えー、最近、ちょっとあの肥料だったりとか飼料というところとか、あと工業製品というところにパウダーにしたものを活用するというところでテストも今、始まっています。 コンセプトとしましては、まあ、調理の時に、まあまあ、活用していないですね、皮や種など、実はこういったところに栄養成分が多く含まれているものがたくさんあります。えー、こういったものが粉末にしたりピューレにするということで、あの特にあの食べるときに違和感なくですね、まあ、摂取できるようにするというのが一つと、もう一つはあの野菜って色を持っていますので、まあ、その野菜の色を生かした映える商品というものを開発するというものをやっています。 でその例としまして、一番あの左上の,あのポテトサラダですけれども、えー、ベースが白いものに添加すると、こういう形であの、まあ、野菜を摂取しながら、あの色を楽しむことができるというようなことをやっていますで。展開としては、この SDGs という観点と、でまあ、野菜をこう手軽に摂取するという部分で、まあ、健康経営だったりとか、まあ、地域でまあ消費するというところで、地域の特産品というところと、まあその え備蓄という観点から企業の b g p という観点で、まあ、その展開を今進めています。でこの4つをまあ全部ですね、えー、加味したものということで、えー、今一つアウトプットとしているのは、この地産地消と地域で備蓄する希望というコンセプトで、防災備蓄食というものを、えー、今あの開発を進めています。まあ、野菜を手軽に摂取しながら、まあ、なるべくですね あの避難時でもですね食べ慣れたものを食べていただくというようなコンセプトで今、進めています。でこれがですね、えー、最近あの、若い方、やっぱり SDGs に関心が高いということで、まあ、いろんな学校さんから授業に取り入れたいということでオファーをいただいて、で今、学生と一緒にですね、えー、今年度は4カ所、えー、今、ちょっとここに載ってないんですけど、これからあの5カ所目もスタートするんですけども、えー、こういった形で進めていきます。 でこの取り組み自体がです、ね、で実際企業が先ほど BCP のところで言いましたけども、備蓄するという時に、えー、健康経営の企業さんでいくと、社員食堂で使いたいとかですね、えー、それからあとあの、この廃棄、まあ、するよりも、商品にするということで、まあ、CO2 の削減になるとか、まあ、そういった観点から、まあ、企業のですね、まあ、IR とか CSR になるということで、それで今、証券会社さんですとか、新聞社さんにも。 えー、パートナーとして入っていただきながら、ですね今、そのストーリー作りを進めているところです、えー、実際にあの、まあ、学生の皆さんと一緒に、ですね、まあ、企業さん集めて、こういった形で職説明会っていうのをやったりですとか、えー、実際とそのトゥク食の、まあ、テスト販売というようなこともあのこ、えー、今年ですね、取り組んでおります。 あと先ほどの CSR に関しましても、こういった形でですね、まあ、企業さんの方で、えー、掲載いただいたりということで、まあ、今後こういう形をもっともっと広げていきたいなと思っていますで。もう一つ、農産物以外のです、ね、ところということで、酪、え、農、ーまあ、で出てくるそのホエイの部分と、まあ、農産物で捨てられている部分をもう掛け合わせて、ですね、ちょっと独自の製法でこういったあの無添加のプロテインというものを今、開発しています。 えー、今年あの環境省の研究開発助成金をいただいて、今、量産化に向けた取り組みをしているんですけれども、これを使って、ですね、えー、アスリート食だったりとか、まあ、タンパク質が凝縮しないということで、まあ、いろんな加工食品に、えー、活用することで、今、そのいろんなあの高齢者の方のタンパク質不足とも言われてますけれども、まあ、そういったところで、まあ、いろんな普段の食事の中で、えー、こう気にせずあの召し上がっていただける。 というようなものをこれからどんどんこう展開しようと思っています。まあ、そういった中で、まあ、いろんなその地域の酪農、ねまあ、家の方で今、廃棄されている保えですね、こういったものを活用したいというような、えー、ところをちょっといろいろ広げていきたいなと思っています。で今回、連携したい自治体さん、えー、とのです、ね、要望としましては、こういったあの地域の特産品だったり備蓄食とかですね、地、えー、産業の、えーまあ、イノベーションというところで、 取り組みたい、えー、自治体の方と連携させていただきたいと思っていると、もうちょっとあの先ほど、えー、企業向けの備蓄というところで、えー、これを企業版ふるさと納税のスキームをこれからちょっと作っていきたいな,作っていきたいなと思っておりますので、こ、えー、ういったことにご協力いただける、えー、自治体の皆様と,ちょっと連携したいというふうに考えております。あと、まあ、この2年間でいろいろと賞をいただいたりとか、ちょっと掲載の利益とか。 えー、いくつかちょっとずつ、えー、実績が詰めたのかなというふうに思っております、えー、今日はどうもよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたなんかあれですね ASP さんあの学生さんたちに本当の作ったもののお菓子ですかあれビビ備ク食のサンプルなのかクオリティが高くてびっくりしたというのと学生さんとお付き合いされてるからなのかあ,あ,あのプレゼンテーションの デザイン性がすごく上がっているなっていうのに驚きを隠せなかったんですけど。<laughs> 素晴らしかったですねはい、自治体の皆さんとあと,あとう先ほど見ていただいたスイーツだったり、えー、スープこれ実はあの米粉とかですね竹かすを使ってくださいっていうちょっと学生に縛りをつけて作ってもらったので、えーまあ、そういった点もちょっとあの。うん 単なるちょっとスイーツではなくて、ちょっと栄養価をこう増したような感じのスイーツになっています。あ、なるほど、なるほど。畜食ならではというところですかね。はい、自治体の皆さんからご質問、コメント等はぜひいただければなと思います。あ、神戸市武田さん、お願いします。あ,あの、ご説明ありがとうございます。神戸市武田です。いや、めっちゃ面白いし、なんかええと思うんですけど、自治体にな何を一番求められます何したらえい,いんですか僕らはい、あのー、 直接ですねあの、お話しいただくケースっていうのが、えー、やっぱり実態の,の支援機関っていうか、ですね支援されてる方があの、この地域の農家さんでこういうこと困ってるんだけどっていう形でお話しいただくことが、まあ、多かったりするんですね。っていうのも、えー、やっぱり生産者の方って、あのいきなり行、えー、っても、ですねなかなかあの外部の人って、えー とのお付き合いってなかなかあんまり慣れてらっしゃらないので、まあ、そういったところで実は、えー、ハードルがあったりして、今までもこう紹介でないとです、ねえー、なかなか入り込んでいけてなかったとっいうところがありますので、まあ、それが1つで、もう1つは、あのーまあ、なるべくその地域で出たものを地域であの完結させていこうとすると、やっぱ地域の食品加工会社さんとか、えー、そういったところとの連携も広があの必要になってくるので、まあ、そういったあの地域で協力いただける企業さんの マッチングだったりとかまあ、そういったこともえー、まあ、時間かければできるのかもしれないですけれども、もま実態の方からご紹介いただく方がですね。あの交渉もはな早く済るということが今までの経験でもありましたので、まあ、そういったところをご協力いただきたいなと思っています。まあ,ありがとうございます。あとま、農家さん、市内の農家さんで行くと、まあ月直接の,のその所管ではないんですけど、まあその本業でそのものが売れ。 そこそこ売れてるから、そんな困ってなくって、その新しいことにその取り組みをしたいっていう方が、やっぱりすごく少数で、どういうふうにつなげていったらいいのかなっていうような、あのいい取り組みなのでやりたいと思うんですけど、そこってなんかアドバイスあり、あられますかあの売れてるケースもいくつかあって、ですね、えー、売れてるんだけれども、規格外でその実は畑で間引いてたりするっていう作業が、もうそれ、当たり前になってて。 いやこれ実はこれ原料で使えるんですっていう話からですね、まあ、広がるケースもあるので、えー、いや本当に丸ごとちゃんとあの売れてるんだったらいいと思うんですけどそうでない場合はあのー、農家の方があのこれが当たり前になって捨ててるケースっていうのがあるのかなっていうので、まあ、そういったところで一番多く作ってるものを見させていただくっていうのが一つあるのかなっていうのを思います。まであ農家さんだけじゃなくて 加工食品の、えー、例えば、えー、魚だったり、野菜のカットしてるところというのも、端材って出ますので、まあ、そういったところはあるのかなと、えーで。あと農産物もそのカットするっていうところで、例えばアスパラガスっていう野菜だと、その下の茎の部分だったりとか、しいたでもその下のこう石づきとわれてる部分、あの茎の部分、こういったものがこう普通に。 捨ててられてるんですけどパウダーにににしちゃううとと普通に原料になったりりするのではいありがとうございますいす,い,やすごいいい質問していただいたなと思うんですけど、農家さん意外と課題意識持ってなかったりするんですよ,そうですよね。なぜなら、まびくのが当たり前だと思ってるから。うん、な,なので、ASP さん、林さんの指摘だなと思うことは、今売れてるものはそのまま売っていただいていいんですけど、その周りでそれを生産するために無駄になってる部分がたくさんあって、ですねそこも売り物にしていきましょうっていう考え方なんですよね。 それで、えっと、農家さんの,その収益を上げていきましょうという話なので、非可食部分って結構あったりするんですね。だから、オリーブだとオリーブの種とかなんとかなりませんかとか、<laughs> 皮どうにかなりませんかとかいろいろあるんですけど、そういうところなのかなと思ってます。はい、横浜市の菊池さん、お待たせしました。あ すいません、ちょっと個人的な興味が湧いた部分でちょっと恐縮なんですけれども、このタンパク質原料の食品って、例えばどのようなものが今、開発されているんでしょうかあの、まあ、一つはホエーなんですけど、えー、ホエー以外でいうと、あのブロッコリーの茎の部分ですね、えー、あの実際、ブロッコリーって流通しているの、つぼみの部分だけなんですけど、えー、葉っぱの部分っていうのは、養、え、蚕、ー、っていうその妊婦の方がこう、 とする成分が多く含まれている部分で、苔の部分がタンパク質が多いんですね。であのー、いわゆるそのウェイトリフティングとか、それからた準備通ってて、鍛えてる人の鉄板メニューって、あのー、鶏肉のささみとです、ね、ブロッコリー茹でたやつ <laughs> ですね。なんでブロッコリーかっていうと、やっぱりタンパク質が多いんです。ただ、タンパク質の苔の部分って、えー、流通してないのはその筋が、点数が多くて、えー 普通に喫食するにはちょっと食べにくいので、捨、え、て、ー、られてるんですけども、パウダーにしてしまうと、そういったあの歯に引っかかるとかです、ね、硬いとか、あんまり関係なくなってるので、まあ、そういったものをうまく使って、えー、タンパク質の、えー、特性タンパク質を大豆、まあ、だけじゃなくて、まあ、摂取できるようにするというようなことをやっています。あともう一つは、実は酒かすもタンパク質が多い食材なので、あのそういったものもこう活用できるというふうに思います。 はい、ありがとうございます。ということで,ななあのです、ね、やっぱり量を集めなきゃいけなかったりとかあの、ステークホルダー結構多いので、そこの取りまとめのところをご協力いただけたりするだけでも、あの地域を挙げて、あのこの食ロスに取り組む、取り組んでいただくというところ、自治体の方々にあの,の役割というのは大きいのかなというふうに感じております。はい、はい では、よろしいでしょうかね。そうです、ね、最後になりました。しいしはい。はい、コネクトはナイスのお時間です。札上げのご準備よろしくお願いします。音楽かかりますかはい、ありがとうございます。神戸さんあげていただきました。東広島さんもあげていただきましたかね。福岡県さんあげていただきました。ありがとうございます。ファンコネクトでした。はい、ありがとうございました。 はい。えっ、ー、と、ASP 林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。で以上、4社のプレゼンテーション発表終了となります。皆さん、ありがとうございます。ますえ今日、久しぶりにお会いできた方、初めての方もいらっしゃいますので、ぜひ感想を2、3人お聞きしたいなと思うんですけど、<laughs> はい。期待されていると思うんで、でね、神戸市の武田さんからいきましょう。 いやすみません、ちょっとあの今日あの皆さんよく分かると思うんですが、<laughs> 議会であの決算委員会で、はい6時半からちょっと打ち上げがもう始まってるんで、出ないといけないんですけど、あの <laughs> はい、久しぶりに参加してあの楽しかったです。はい、<laughs> ありがとうございました。はい、ここはちょっと、あどうぞ、あの出ていただく方、出ていただいても構いませんけれども、せっかくなんでね、大田区の八木さんとか、いかがでしたかあ,ありがとうございました。ちょっとこっちも議会中で、<laughs> 途中、ちょっといろいろ電話入ったりして、あの 質問しちゃったんですけど、いろいろ興味深い話ありました。なかなかあの、ちょっといろいろこなぐ部分に、まだ至ってないんですけど、引き続き、あの。いい話聞ければ、す、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。女性いなくなっちゃったかな。西条氏工藤さん、いかがでしたか。はい。あの、今回二回目の参加やったんですけど、毎回面白い話聞けて,て、勉強になってます。また、次回もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 ということで、次回10月になりますあの。すいません、皆さん、議会対応中のお忙しい中、えー、本日も長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、来月もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、土屋さん、事務局の方からのご案内ございますか、はい、えっ、ー、と、今日はあは特にございませんあの。次回ですね、また10月う、皆さんもお会いできることを楽しみにしています。あの視聴者の皆さんもぜひ引き続き続 ご視聴いただければと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。